はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はジョージ・ハリスンのですね、歌についてのトピックでございます。ジョージ・ハリスン自身はですね、ギターに関してはしばしばこう謙虚だったり、時には自信がなさそうな発言もしてた記憶があるんですけれども、でもね、当然自分の好きな分野というか、そこに関しては自信があったギタリストだと思うんですよね。ですが、歌に関しては、全然僕は実は知らなかったんですけれども、いつもジョージ・ハリスンっていうのは、綺麗に歌ってた方だと思うので、ちゃんとね、自信を持って歌っている、シンガーだと思ってたんですね。ですが最近ですね、インタビューを発見しまして、それによるとちょっと違うということになってきたわけなんですね。で、こちらをご覧ください。はい。1987年にミュージシャンマガジンというのにジョージ・ハリスンが語ってるインタビューなんですけれども、読んでみます。ビートルズの頃は自分の歌い方は全く好きじゃなかったと。すごくうまく歌えたわけじゃないしということで、いつも妄想的になって神経質で、で、それで歌の妨げにもなってしまっていたということですね。で、この質問がですね、ボブ・ディランのように歌おうとしたのかなという質問があったんですけれども、そういうふうに聞こえてたんでしょうね、質問者の方には。で、それに関して、ああ、そうだなと、おそらく自分の声がとてもひどいからってことだなと、結果として何年もボブ・ディランの音楽を聴いてきたわけだが、それでも真似しようとはしなかったけどなと。で、時々冗談でやってみることはあったけどと。もともとはリバプール生まれで、鼻にかかったような感じの声になってんだよということなんですね。この情報に関しては、ご存知の方も多いのかなと思うんですけれども、僕は初めて知ったわけなんですね、最近。で、これで読んだ通り、ジョージ・ハリスンは歌に関しては、自信がなかったっていうことですよね。自分の歌がダメだったというふうに思ってたっていうことですね。で、これに関してはちょっとね、僕は一言言いたくなってしまったので、今日こうやって動画を作ってるわけなんですけれども、まずですね、ビートルズの中で僕はボーカリストとして、あんまりこういうね、順位付けっていうのはいいのかどうかわかんないんですけれども、好き嫌いですよ。あくまでも好き嫌いで言うと、1位はもう決まってんですよ。ジョン・レノンです。もうこれはしゃあないですね。自分の趣味なんで、もうなぜかって言っても、答えづらいんですけれども、とにかくジョン・レノンの声は若い時から亡くなるまで全部好きですね。これは変わんないですね。で、その他で言うと、ポールとジョージって、両方ともいいところがあって、それぞれに好きなんですよね。リンゴスターはやっぱりボーカリストっていうよりドラマーなんで、自分にとっては。ちょっとね、一緒になって語るっていうのは難しいんですけれども、でも、本当にジョージとポールに関しては、僕は、時代によっては甲乙つけがたいぐらいの、結構好みがあったりするんですよね。なので、ジョージのこのインタビューはとても意外だったですね。驚きました。で、ポールの方から言うと、ポールは僕は特にホワイトぐらいかな。ホワイトぐらいから、バンドオンザランくらいまでの声にツヤと張りがあって、ものすごいかっこいいロックンロールなんて歌ってた時期などは、もう大好きですね。もしかしたらあの時のポールはジョンより好きかもしれないぐらい好きで、そういう時期がポールにはあるんですね。で、ジョージの方はどうかっていうと、割とね、ジョージの僕は、前にもね、同じような動画で言ったことあるんですけれども、初期のジョージの声ってめちゃくちゃ好きなんですよね。デッカでオーディションを受けた時に、スリークールキャッツとか歌ってましたよね。あの頃のジョージの声って、すごい不良少年っぽくて、意気がってて、もうすごいガキっぽいんですけれども、それがかっこよくて、うわ、これだったらこの時期は僕はポールよりジョージだわとかね、思ったことがありますね。その頃からですね、特に2枚目ぐらいの時かな、ウィズ・ザ・ビートルズのね、ジョージがよくカバーやってますよね。はい。デビル・イン・ハー・ハートとか、チェインズとか、それから、ジョンと一緒に歌っている、
You Really Got the Hold on Me とかですね、あの頃のカバーのジョージの声もそうなんですけれども、張りがあってガキっぽいんですけれども、それがいいで、時々ツヤも見せるんですよね。デブリン・ハーハートの声なんて、まあ、最高にツヤがあって好きですね。で、ハードデイズナイト以降になってくると、だんだんこうジョージの声が若干大人になってくるというか、まあジョージって当然ですけれども一番若いので、ガキンチョからだんだん若者に行くというそのタイミングもあるわけなんですよね、歌、あの声の中に。まあ驚くのはですね、サージェント・ペッパーですね、まだ23、24歳ですよ。その頃で Within You, Without You の声で歌ってるわけでしょ。すごいこう成長してきてるんですよね。驚きですよ。もうそこも、あ、ジョージいい声してんなと思ったとこですね。ちょっと前に戻りますけれども、リボルバーのタックスマンとか I Want to Tell You なんてめちゃくちゃ好きですね。いい声してるなと思ったことありますね。あのレッド・イット・ビーのジョージは好きですね。 I Me Mine と For You Blue ですね。はい、という具合にそれぞれの時代に僕はジョージ・ハリスンの声って結構好きで聞いてるんですよね。で、解散してもかなり好きで、特にですね、あのエキストラテクスチャーですね、ジョージ・ハリスン帝国と33と3分の1あたりのジョージ・ハリスンの声は、無性に好きだったりしますね。曲もいいんでね、僕にとってはすごい好きなんですけれども。ということで、決してジョージ・ハリスンのこう卑下した言葉っていうのは僕には響かないんですよね。むしろすごいいい声を出していて、ましてね、僕何回も言ってますけれども、コーラスにおいてはジョージ・ハリスンの声がないとビートルズは成り立たなかったっていうふうにやっぱり思ってるんですよ。確かにね、リードボーカルっていうのはジョージ・ハリスンは一番少ないですけれども、3人の中ではね。ですけれども、コーラスに関してはジョージ・ハリスンの声ってものすごく重要で、まあなきゃ困っちゃうんですよね、むしろね。やっぱりね、ジョージって僕にとっては作曲家であってボーカリストでコーラスも上手い人っていうイメージがものすごい強いんですよね。なのであんまりギターにつべこべ言おうっていう気もだんだんなくなっちゃうんですよ。不思議なもんですけどね変な言い方なんですけど。だからジョージがあんまりギタリスト前としてギターばっかり弾いてなくていいよと、ジョージ・ハリスンそれで OK っていう感じになっちゃってるんですよね。ということで、今日のジョージは意外でした、でもジョージの性格も出てますね。やっぱりどっかに、おそらくですけれども、ジョンとポールにやっぱりこうね、譲っているというか、もし彼らがいなかったら、もっと自由にね歌っていたんじゃないでしょうかね。まあ本人も言ってますからね、何せ自分がリードボーカルが少ないのはジョンとポールがいた以上はそう簡単にはシャシャリで出て行って歌うことはできなかったというインタビューもあるので、今今日書きませんでしたけどね。まあなのでジョージにしてみればですね、ビートルズにいたことがまあ幸いの方が大きいんですけれども、でもこういった風に謙遜してちょっと自虐的になってしまうところに関してはマイナスだった面は確かにあるんでしょうね。だけどファンとしては本当に今申し上げました通り、何ら卑下することないですよね。僕にとってはね、素晴らしい歌声を聴かせてくれているというふうに思ってます。はい、以上でした。